芸能事務所、アミューズは23日、ネット上に流れている、シンガーソングライターで俳優の星野源、43、や同社についての憶測を完全否定。発信者に対し、法的措置を検討することを明らかにした。22日午後10時ごろ、X、旧ツイッター、e r 上において、星野を連想させる不倫スキャンダルの噂が投稿され、 わずか数時間で2万件拡散されるなど大きな話題に。深夜には、星野の名前がトレンドにも上がり、様々な憶測がネット上を駆け巡った。これを受け、同事務所は23日午前3時半頃、滝沢ガレソ氏による X での投稿に関連して、アミューズ所属の星野源の名前を挙げての憶測が拡散され当社にも多くのお問い合わせが寄せられています。 とし、声明を発表。星野源において当該投稿にある事実は一切なく、また当社が記事をもみ消した事実も一切ありません。虚偽の情報の拡散、発信には法的措置を検討いたします。と、真っ向から否定した。事務所の発表は以下の通り、滝沢ガレソ氏による、 超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手が NHK アナウンサーと不倫をしており、その男性歌手の所属事務所が10億円を払って記事をもみ消した、との趣旨の X での投稿は当社所属の星野源のことを言っているのではないか、との指摘がインターネット上で出ており、また当社にも多くのお問い合わせが寄せられています。しかし、星野源に関してそのような事実は一切ありません。 また、当社が記事をもみ消したという事実も一切ありません。当社所属アーティストを名指しし、あるいは名指ししなくても、当社所属アーティストであることがわかるような情報を示して虚偽の事実を適し、投稿することは名誉毀損その他の違法行為にあたります。また、SNS などを通じたアーティストに対する誹謗中傷などの違法な投稿、コメント、ダイレクトメッセージ等については、 随時、証拠保全を行っています。名誉毀損などの違法行為については、当社あるいは当該アーティストにて、法的措置を含む対応を検討いたします。皆様におかれましては、憶測や虚偽の投稿にくれぐれもお気をつけください。株式会社アミューズホーム部。